海王の許しなく海を渡ることは禁じられているならば海王の配下のものか羅生藩なぜ奴が国外へ末の弟は隠れ方も知らぬか目だな羅刹になったか付き合えば天帝軍との命のやり取りというゲームになる鬼を喰らう羅刹と国外だろうが俺たちの掟は変わらぬ戦えそして勝ち残れ国外に出る密航者罪を問う根を問う方が面白い貴様の首をもらいに来たぜそれだけだまあ準備運動ぐらいはなろうキレるようになったか消えなお前じゃ相手にならん貴様の首をもらいに来たぜ
収容所に送り込んでやろうか。侮辱罪で即刻死刑だ。貴様の国をもらいに来たぜ。剣のシャチ、貴様の首をもらいに来たぜ。行くぞ。俺はテータの将軍の一人、至高のソリア。貴様の動きはすでに見切ったということだ。この剣はもはや神をもしのぐ。など待てぬのだ。食い尽くしてやるわ、貴様の存在ごとな。貴様の国をもらいに来たぜ。
甘さをあの世で食いろ。シャチは俺の間合いを見切れるようになったか。恐るべき力を想像をはるかに超えている。北斗龍拳のシャチ、貴様の首をもらいに来たぜ。前提は俺一人だ。一つだけ聞こう。この地に救世主伝説がある。ある。それさえ聞ければ十分だ。北斗龍拳のシャチ、あんたの首をもらうぜ。我が変と貢献の敵ではない。船代分は楽しませてもらった。され。貴様の配偶、弟だ。教えてやろう。あの男はラオウを追った。ラオウは追えまい。ならば、ラオウ以上に面白い男。そういうことだ。海王にはそれさえ報告できればよい。今は楽しもうぞ、北斗の宿命を。ここから先には行くな。それがお前のためだ。なぜ？この村の先には野党を一撃で倒すほどの男、女と静かに暮らしている。その男に挑むのならば、お前には死あるのみ。羅刹と俺のこと。女と静かに暮らす男。なぜか俺は今その男に心惹かれている。まあ準備運動ぐらいにはなろう。貴様の国をもらいに来たぜ。何者だ。あの男の時間を邪魔する者は許さぬ。
命は惜しかろう。せねばならぬのだ。貴様の首をもらいに来たぜ。
ことだ。まあ準備運動ぐらいにはなろう。天空に北斗七星輝く時、修羅を食いに現れる羅刹と俺のことよ。死にたくなきゃ水と食料をよこしな。消えな、お前じゃ相手にならん。貴様の首をもらいに来たぜ。など待てぬのだ。貴様の首をもらいに来たぜ。
食いろ。取り戻すまで死ねぬ。なんだその目は。とどめを刺さぬ。お前の目は戦いに生きる男の目ではない。お前の目には女が見える。俺は人の心など捨て去ったと思っていた。ラオウのみを求める羅刹となったと。だが俺が求めているのは未だレイヤの愛だというのか。俺はまだ海を渡ることなど許されぬ。まだ足りぬのだ羅刹の心が。やはりここを渡ったか、ジャスクよ。この海の果てには一体何が。戦いの修羅しか生まぬ国がある。男子の生存率は 1%。 15歳までに100回の死闘を繰り返し生き延びた者しか生を許さぬ恐るべき国。戦士の国は鎖国が起きて決して侵入者を許さぬ。奴は凛を踊りにして俺とケンシロウを地獄へ誘っているのだ。だがいかなる地獄があろうとも俺はこの海を渡る。このファルコ、生まれて初めて己の意志で戦うことができるのだ。待っています。あなたがお帰りになるのをいつまでも。カモが来たぜ。どうだ、獲物は取れたか。当たり前よ。って、お前らのおかげで俺の船は使い物にならん。この海を越えた陸まで運んでもらおうか。おい若造、そこは俺様の席だ。こ
この海を渡りたいとか抜かしよった。だがそれだけはできない。まだ死にたがねえんでな。赤シャチ様でも歯が立たねえ。心配はいらねえよ。船はわし一人でも動かせる。しかし最近は変な野郎が多いぜ。二日ほど前にも一人海を渡った男がいる。ハルカか。あんたは一体何のためにこの海を渡ろうとしてるんだ。失ってはならぬもののため。はい。だがこれだけは覚えておく。あんたが渡る地は地獄、大地は流血に染まり、そしてそこに生きる修羅どもは兄弟非常。ジャスク、リュウ。連れ去られた修羅の花嫁として。おうがい、追って死ぬのだ、ファルコ。僕とゲント、共にこの地で果てるのだ。地獄か。急がねば、リンが危ない。
シュラと呼ばれる男たちには同意は。貴様は、この俺は玄徳王権のファルコ。ただの侵入者とは違う。どけ。この国では玄徳王権など知らぬ。通じぬ。あんたか。どうも夕日を見るとあいつらのことが思い出されてな。あいつら。かつて俺は100名の兵を率いてあの国に攻め入った。だが結果は無残なものだった。俺たちはたった一人の敵の前に敗れ去った。しかも100人の部下を失い、この目と腕と足をもがれながらも、俺が見た光景はさらに凄絶だった。なんとそいつはまだ15にも満たないガキだったんだ。俺はこの時悟った。修羅の国と言われる意味と、その底知れぬ恐怖を。そして俺は当時15になる我が子を置き去りにしてしまった。もう生きてはいまい。俺にはもはや100人の魂と共に海をさまようことしかできぬ。お前の息子の名は。そのつもりでここまで運んだのだろう。万が一の期待を込めて。あったら伝えよう、お前のこと。待とう、万が一の期待を持って。だがあの男でも、あの国はびくとも揺らぐまい。凛という女が渡ったはずだ。どこにいる？聞いたところでどうにもなるまい。お前もじきに死ぬ。不覚であった、ファルコ。これは俺の剣の跡。この体のまま海を渡ったのか。人間がいる。ならばこの肉体は動かずとも、魂はあってでも前に進む。ケンシロウ、俺もまたケンシロウ、そして玄徳王権伝承者よ。すまぬ、リンを助けることができなかった。ファルコ、お前という男は。貴様がファルコ。そうだ。貴様も死に急ぐか。ならば見よ、我が死の舞を。
様、再びこの俺と戦う気か。君の北斗神拳には一瞬の生を呼び覚ます切覚光があると聞く。このままでも俺はじきに死ぬ。死すならば誇りと共に。生は一瞬、その後は死しか残らぬぞ。承知。待つしよ。あえて誇り高き死を選ぶか。さすが玄都高賢伝承者。お前の魂、しかと受け取った。すぐ、剣士よ。来い、シュラよ。お前たちの行動は不可解だが、なかなか面白いことをする。いいだろう。メイドの土産に俺の非道剣を見せてやる。ああ、ハンラーミダハブテトラ。ジュラニンロー、ハマスナーデモン。立ち上がれぬよう今度こそ葬り去ってくれるわ。どこへ隠れると、我が周りに入らねば倒せぬなり。
地獄へ行くがいい。これより先に進めば、俺よりはるかに強い名を許された修羅たちが待っていよう。剣士、どうや最後の時が来た。この夕日が沈む頃、玄と貢献は俺と共についえる。無念だ。目がかすむ。立派な伝承者となろう。ああ。これを鳩の筒に。頼んだぞ。我が魂よ、ミュウの元へ。ファルコ、